本当はタッカのことが嫌いである。先生、今日は今日はね、なんか九九が覚えられないっていう子供がいたんでね、それは原因はね、真剣味が足りないんでね、九九間違えたらちょっと電流を流れる装置をちょっと持ってきたんでね。体罰じゃないですか。いや違う、これ教育だからね。ちょっと痛いから、ひかるちゃんに来てもらうから。あ、いいっすね、はい、よかった。今来るから。はい、わかりました。こんばんは。こんばんは。ひかるちゃん、ちょっと白すんばあるんだよ。はい、ちょっとこっち来て座ってちょっと。はい、今日はね、ちょっとね、大問題が、ちょっと手出して。はい。大問題が起きてさ、なんか、子供のことで悩んでるお母さんがいるんだよ。え、これなんですか。いや、そんなことはどうでもいいんだけどさ。え、でね、クク言ってみて、クク。クク、クク。わかりました。6から言ってみて。はい。616、622、638、6424、6530、6636、6742、688、うん？あいっつまずいたらダメさ。つまずいたらダメさ。厳しい。間違えたらそうなるっていうこと分かったでしょ。つまずいた。分かりました。ちょっともう一回やってみて、ちょっと。61が6、622、638、6424、6530、66… あれ？あ、マジ！厳しい。つまついたらダメ。厳しいんだ。21が1、22が2、23が3、24が2、24が2、72、99、81。ほらね。おー、すげえ。ほら、真剣にやれば。すげえ。これなんか嘘発見器でも使えそうなんで、ね、はい、ちょっと普段から嘘ついてるから、ね、そんなことない。ちょっと質問してみたいと思うんでね、全部いいえで答えてください。本当はタッカのことが嫌いである。いいえ。いてててててて。ケータのことはもっと嫌いである。いいえ。いてて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 。バンバンガレージのことを見下している。いいえ。いで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 。